おめえヘアバンド似合ってる。
ゲームの入りね、間違いない。だから前線から指示、攻守の切り替え、サマーギーは見て、そこを特に指示する。相手が前から来てみようったら、それは繰り返したら問題ない。そこから担いに行く問題ない。そこをしっかり自分たちの準備が早くして、疑われるっていうのができる。まあ、その状況でもミスは起こるかも。それでみんなが足を止めずに、補えないと問題ない。いいかな。自信持ってやる。相手よりもハードワークするね。頼み強く行く。攻守の切り替えも早くする。突きを見せる。一人一人の役割しっかり整理してチームで戦う。今日もサポーター応援してくれてるから、俺たちのニュースしっかり見せよう。絶対勝とう。大丈夫。俺たち優勝するためにここで絶対練習するぞ。行くぞ。よっしゃ行こうよ。よっしゃ。よっしゃ。バボ。よし。よし。よし。バボ。Yeah.
番こう緩む部分だから。20はセーフティーリードじゃないからね。まだ何も終わってないから。あと1分ね。いいから自分たちでもう1回ゴールの裏に行く。ただし後ろはしっかり後ろ前にしっかりしっかり後ろだぞ。センターベースラインの距離感でしっかりしっかり幅で幅で伸びない伸びない。ボールに状況を合わせてスピードしていくようなイメージを持っている。オープンだぞ。オープンだぞ。行こうよ、もう一回立ち上がり。違うな。ここはほんとするよ。行こう。めちゃくちゃ疲れた。やばい。終わった。やっと90分終わったわ、今日。長かったっすね。長かった、めちゃくちゃ長かった。後半バカ長い。最初失点して、もう守り入ってもうたっす。
やっと決めましたよ。左足一閃。気持ちよかったですね。気持ちよかったですね、あれは。いいとこにボールこぼれてきました。そっから長かったですね。後半やばかったですね。きつかった。きつすぎた。バカきつ。何本クロス入ってきました。数えられん。
かったっすよ。めちゃくちゃ綺麗でした。いや、あれはめっちゃ綺麗だった。気持ちよかったっす。オレンジ。As these goals are so much better than mine. もう分かってると思うけど、前半の、まあ、進め方とかっていうのは悪くなかったと思うんだけど、やっぱり後半のやっぱ入り方っていうか、まあ、こちらがもう少ししっかり送り出せればっていう、これなんか反省するし、やっぱりあんだけ失点っていうのはやっぱ相手に勇気を与えるっていうところで、自分たち相当難しいっていうところでみんな猛省して、どんな状況でもやっぱり開始11分ぐらい、15秒ぐらい、やっぱもっとアラートに入って、自分たちがもっと仕掛ける意識を持ちながらやっていくっていうところをもう一回みんなで確認して、で細かいところはまだやっぱり、まあえて受け身になっちゃってしんどいというところを踏まえて、そこはまだみんなで修正していくというところで、まあ、一つ、なんか前半の入りは悪くなかったけど、後半の入りっていうところはまだやっぱり課題が出たというところをもう一回みんなで共有して、次につなげていく、まあ、次のゲームかなりアウェーでかなり難しいところであり、そこに踏まえないと自分たちのメンタルでしっかり次にしっかりやっていける。だけ本当に最後までこれで勝つっていうのは最大の目的なの。でも私今クリアしたことをよく頑張りました。OK、終わりましょう。お疲れ様でした。反省します。後半の入り反省します。GPS 出してた GPS。え？宿題。あればね。オッケー。マーボン。ありがとうございます。ありがとうございます。やってくださったぞー。行くねー。一番後ろ、おい。あっという間で星巻き最後は思いっきりエントうわめっちゃ上に上げた危ない危ないみんなまた星巻きしようなウーフーやだな上から帰りますまた星巻きしようなー調子いいユウダ君調子いいカンペカンペ見た2人どういった巻きました楽しかったですいや、振り雑ありがとう、お疲れ様久々に来ました2試合で投げましたけど遠くまで投げときましたお疲れ様ですうわ見てなかったもう一回じゃあだからじゃあでとかいらないよってほら来たここにいますほんでいいですご購入持って帰らなければいけなくなるかもしれませんただ残り29本 OK 僕はこのままいくとこの 29×352 朝日さん点取ったね家まで自力で持って帰らないといけないかもしれませんシュートどうやったかっこよかった最高やった最高